はい、ガーシーの公認堀江門が秘書参議院議員の参議院議員の斉藤圭一取り直しますか取り直しますか、ね、そのまま行きますか、参議院議員斉藤圭一郎の分級分級チャンネルでございます。よろしくお願いします。はい、斉藤さん、今日はですね、はいはい、ちょっとまあ、柔らかい話題でいきたいと思います。はいはい、ソフトの話題 で、うんでね、野球に関連する話題でいきます。あ、太いですよ。はい、私の質問はですね、はいはい、野球といってもだいぶ視点が違いますので、はいはい、昨日、一昨日ですかね、高校野球終わりまして、うん、はい、慶応高校が107年ぶりに優勝して、ね、まあ、仙台育英は残念ながら2年連続優勝することができませんでした。はい、ニュースでも結構取り上げられたんですけども、坊主ではないロン毛というんでしょうか、はい、髪の毛を伸ばしたチームが結構出場してたんですね。はい、しかもベスト8だか16まで結構だいぶ残ってる学校が多かったんですね。はい、優勝した慶応高校も坊主ではなく、はい、普通の髪型、斉藤さんの時代はもちろん坊主だったと思うんですけども、ニュースで坊主にすると部員が集まらないので髪の毛を認めたと、はい、いう学校があったというのは以前何年か前ニュースにあったんですけども、斉藤さんいかがですか、この時代の変化。いや、これね、僕ら結構ちょうど狭間で、僕が中学校の時かな、中学2年生の時まで野球部坊主やったの。2年生から3年生に上がった時に、僕ら中学校のチーム、公式の野球やったんですよ、野球部って、むちゃくちゃ強かったんです。はいはい、もうそれこそ杉内のピッチャーのチームにも勝ったりとか、ものすごい強いチームやって、監督に直談判して、もう俺らは頑張って結果も出してると、坊主をやめさせてほしいって言って、勝ち取ったんです。おうおうおう。なので、ちょうど中学校3年生の時に坊主やめて、高校の時もね、神戸交流学園高等学校っていうところで、野球ではそこそこ僕らの時も強かったところなんですけど、坊主じゃなかったような気がしますね。あ、そうですか。もうね、その時からね、もう坊主っていうのはもうちょっと時代遅れだよねみたいなっていう空気になってました。あ、なるほどね。エリフも坊主じゃないじゃないですか。で、まあ、なんかいいな、いいなみたいになったんで、もうその時ぐらいからもうだいぶ緩和されてたから、そうですか。正直なんかあんなん聞いて金生やしてるみたいなこと言っても、そう、何を今されてるのぐらいにしか思ってなかったですよね。野球するために当然野球部に入ってるんでしょうから、うん、まあその精神面で坊主にしなきゃダメだと言っても、坊主にすれば強くなれるのかって言ったらまた話は違うでしょうからね。それもなんかちょっと戦後の教育残ってるみたいなところでしょ。そうですね。そんな感じですよね。なんかもうみんなでそうやってね、同じことをやってちょっとこう軍隊を形成するみたいなとかっていうのがこう延長戦術、スポーツの延長戦術になってる感じでしょうね。はい、じゃあ髪を伸ばすことは斉藤さんは大賛成と。はい、もしかしたら逆になんかチームの方針としてもう野球だけに集中して坊主にしてやるんだっていうチームがあっても、これはこれでまた、なるほど、それで集うチームが強かったりすることもあるかもしれないですからね。ただ女の子にモテなくなるのはやっぱり話ですよね。わかりました。斉藤さん、プロ野球ナイターとかって見に行く機会はありますか？あ、これね、行きました。球場がどん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 新しくなってるから、北海道とか、視察で見に行くことね、ちょいちょいあるんですよ。あ、そうですか。エスコンフィールドっていう広島市、北広島市にできた大学ね、今年2回行きましたし。そうですか。はい、野球を見に行って、ビールなんか買って飲みます？あ、売り子から売り子から飲みます。売り子から、はい、この話題に行きます。はいはい、1日300杯を売ったビールの売り子、はい、壮絶な舞台裏を語るということで、はい、ヤフーにですね、貼り付いていた記事なんですが、うん、東京ドームで販売されているビールというのは今なんか900円ぐらい税込みするらしいんですけども、はいはい、この割高なビールを飛び上に売る、売り子の魅力と、最高で1日300杯を売ったことがある売り子、27万ですよ。東京ドームでアルバイトしてるんではなく、あくまでもビール会社に雇われて売り子としてバイトしてるんだそうです。はいはいはい、売り子の中でもですね、ビールが花形、序列的にはシューハイ、ハイボール、ソフトドリンクといった順で、売る力がある方がビールを売らせてもらえるんですって。なるほど、なるほど。ビールを売るにあたって、ビールが一番買ってくれる席ってどこの席だと思います？一番買ってくれる席はどこかって言ったら、やっぱり内野席じゃないですか。バックネット裏。バックネット裏、実は外野席だそうです。おっと、外野席、ええ、
それはもう外野席はお客さんの人数が多いので、うん、数を売ることができるんだそうです。おー、なるほど。で、2番目が富裕層が多いバックネット裏、うん、僕そっちでバンとやりましたね、イメージは、バックネット裏というのは年間シートで大体売られているの で、 そうです、ね、同じ人が来る確率というのは非常に高くて、うんうんうん、一度顧客をつかんだら売ることができると、まあ、ここからが面白いんですけども、うん、バックネット裏に来てるお客さんたちっていうのはどちらかというとおじさま方が多いんですね、はい、年齢層が高いと、売り子もですね、うん、売り子さんの化粧、うん、メイクがケバケバした濃い化粧ではなく、いわゆるすっぴん的な薄い化粧でやると買ってくれるんだそうです。買ってくれるんです。面白い。確かにそうかもね、はい、続いて、うん、売るための秘訣なんですけども、はいはい、重要なのは人の流れを見るセンスなんだそうです。いや、それめっちゃ分かります、ね、買ってくれそうな人を見つけ、その人の近くに行くことが売るための第一歩と、うん、例えば家族連れだと売れたとしてもお父さんが飲むのは最初の一杯だけ、うん、2杯目3杯とはなかなか売れないと。やはり必要なのは売り子としての眼力。その通り。眼力の良さだそうです。その通りです。やっぱりそう思いますか、商売の。間違いないです。どういう人に向けて売るかと、はい、これも具体的にこう語られてるんですけども、リピーターとして確実に売るにはサラリーマン、スーツを着てる人。もう、はい、僕売り子できるわ。売店からいわゆるお弁当とかいろんなものを買って、うん、こう席に座る、うん、そういう人ではなく何も持たずにスーツを着たサラリーマンが2人組、3人組、5人組と、はい、席に座る。そうです。そういうところにスパッと行くんだそうです、うん、そうすると大体5人ともみんな1杯ずつ買ってくれるんです。スーツ着た人たちというのは飲み終わるとまた買ってくれるんだそうです、そういういわゆるその眼力を持って、このお客さんなら売れそうだと、そういうところに目がけて目を合わせながら歩いていくと。いや、でも観察力でしょ、これ僕はもう飲食店をもう10年間ずっとやってたので、もう逆に当然っちゃ当然なんですよね。そうですか。だからお客さんからオーダーを受けるときに、すいませんって言われたら負けやでっていうふうに言ってて、でもちゃんとお客さんを観察してれば、ドリンクの飲んでるスペース、ペースって大体わかるんですよ、ドリンクが空いたなっていうタイミングで、パンと空いてコップを置いたタイミングにどこまで目を合わせに行けれるかなんですよ。なるほど。だから目が合ったら、その飲み終わった瞬間にパンとスタッフと目がポンと合うと、すいません、おかわりってそのままいけるんで、その流れをしっかり観察力を持つか、それをわざわざお客さんに、すいませんってこうスタッフを探して言われてるようで、その飲食店はまだまだ、ね、なるほど、はい、1日300杯。いや、だってその子一人で900円でしょ、現状が300円なんで、600円ですよ。そうで、時給としては、時給は当然もらってるわけですね、うん、その他インセンティブがついてるんだそうです、はいはい、いくらだと思います？いっぱい売ることによって、まあ、バイト料はもらってるわけですよ。いっぱい売るごとに50円とか。ああ、なかなかいい線つきますね。34円ですって。ふざけんなという話ですね。18万利益出るんですよ、その辺はちょっとビール会社儲かりすぎですよね。いや、本当に儲けすぎですよね。300円でビール会社は十分利益が出ますから。そうだから、ビール会社の方見ていたら検討してほしいんですけども、当然売り子の方々がたくさん売れるスーパー売り子さんたち、うん、その人たちによって売り上げが伸びてるわけですよね、うん、ビールも美味しいかもしれませんけども、それにしては34円安いんじゃないでしょうかねと、サントリー、朝日、キリン、札幌の方々、200円は利益出せますよ、そのぐらいのことはやらんとね。そうですね。それでこそなんか美味しいビール、朝日のビール飲んでください、キリンのビール飲んでくださいって宣伝マンにもなるわけでしょ、もうケチらずにそのぐらいやってね、若い子にしっかり稼がしてくださいよ。そうですね。それによって景気が回りますからね。そうですよ、だって200円やったとしたら、300杯売ったらそれだけで6万円利益ですよ、プラス時給で7万円ですよ、1日、それ10日やったら70万ですよ、20日だったら140万ですよ、めちゃくちゃいいじゃないですか ね、 そうですね、野球の関連するお話でございました、はい、すいません、この程度の関連の話であって、いやいや、なんか飲食の話でしただけ。僕って何杯ぐらい売れるかな、300杯とかは。やっぱりこんなおっさん売ってももう売れへん、いや売れないでしょうね、富裕層はメイクが薄めのおじさんに売れるんですって、はい、若い本当に少女らしい少女の方からおじさんたちは買ってあげたいというらしいですよ。でもそのためにはなんかもうちょっとなんか30円台とかじゃなくて、なんか200円、これいっぱい売ったら200円になるんですって言ったら、もっと協力したいっていうのは、これもっと逆に売れると思いますけどね。そうですね。だから私1杯売れたら200円利益なんですよ、っていう T シャツでも着て歌ったらいいんですよね。まあ、ちょっと私はお酒飲まないですけども、そもそも1杯900円って高いですよね。まあ、高いですね。だからまあ量的に言ったら、まあビールって結構原価って地味に実は高いので、200円ぐらいは
喧嘩でするんですけど、あの球場とかで仕入れもっと安いかもしれないですけど、ね、まあ、でも300円以内には絶対収まるので、はい、確実に600円は、まあ、あらりはありますよね。お願いしますよ、企業さん、しっかり若い子に給料をたくさん上げてください。はい、お願いします。はい、以上でございます。はい、まだまだ NHK の問題は解決しておりません。で、皆さん、僕の友人もまだ未だにこんだけ言い続けても、昨日もみんな僕の知り合いが全員 NHK と契約者なんだのでね、しっかり NHK と契約をしてくださいと周知しておりますので、 NHK と契約をした上で不払いというところを推奨しておりますので、皆さんお忘れなく、しっかり契約は、済ませた上での不払いというものをぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいねボタンもお忘れなくよろしくお願いします。ということで、今日も斉藤健一郎のサンキュー文久チャンネルでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。